ぴょんぴょんぴょん、おはようございます。本日の釣り子 TV はね、こんな感じの組み合わせ、これでね、魚が釣れたよってこういった動画です。まずはこちらをご覧ください。さあ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 、やっていきますかね。はい、今かつのギルロイドベビーに来たのはベビーサイズのブラックバスね。こんな小さくてもしっかりとね、食ってくれました。タックルはジーニアスプロジェクトのゴライアスにロデオクラフトのホワイトウルフの組み合わせ、イエイ。はい、というわけで帰ってきましたが、タックルなんですけども、まずはですね、これエジニアスプロジェクトから新しく登場するですね、ゴライアスっていうリールですね。これにフロロカーボンの14ポンドラインを入れて、それでもってね、竿はね、これロデオクラフトのホワイトウルフの17ポンドクラスっていうね、いろいろなルアー1本でオールインワンでできちゃうよって最強お気に入りの竿ですけども、それでね、今回ルアーがこちらね、今かつのですね、ギルロイドベビーっていうことで、これね、買ったっきりなかなか、釣ることができてなかったんですけども、今回ね、使ってみてサクッとね1匹釣れてくれたので、どんな感じだったかっていうことで、まずね、最初はリップがついてるんですよ。ここにねリップがついてるんですが、そのリップを取り外して、それでね、結構ね重りをペタペタと貼っております。こんな感じ、顎、腹、あとね、ここね、こんなね、隙間にね、板おもりをね、細く切ってね、貼ってね、これによってね、スローシンキング仕様ですね、こうゆっくりね沈んでいく仕様にね、いろいろな動画でですね、こう三原プロとかがですね、ギ
ギルロイドをチューニングするんだったらこういう感じだぜっていう動画が上がってますので、まあそれでね研究してね、ギルロイドベビーの場合ここにねこういうネジ穴があって、これをね精密ドライバーとかで開けて分解するとですね、まあここら辺にこうやって貼ると、あんまり見た目を損ねずに、このねなんて言ってもねちょっとリアルプリントねこの感じなんで、ここにねあんまりシールペタペタ貼っちゃうとねっていうことで、まあそれでもねここにこう顎と腹には貼っちゃってるんですけども、まあここら辺は現場とかで水温とかによってもね、ジャストサスペンドとかジャストデッドスローフローティングとかね、調整していく、その都度ここを開けてだと大変なので、まあここのね、取り外せるシンカーとかでその日の状況によってね、様子を変えていくっていう感じなんですが、まあ、今回ねこれ投げてただねもう巻くだけでね湧いてきて、食っちゃったんで、まあ改めてねなかなかすげえなと思ったんですけども、最近投げてみての感想でいくとですね、魚のやっぱよりは半端じゃないですね。こういうゆっくり沈む仕様にして、それでゆっくりね投げてね、ゆっくりこうトンってね針で立つぐらいの、重さがちょうどいいなんて言ってましたけども、微妙にサスペンドで少し糸の重さで沈んでいくぐらいにこう重りの調整によってして、でこうやって置いておくとバスがね見に来て、でワンちゃんとかなんですけど、とりあえずね口には含んでくれるんですよ。パンってねこうパンってね、でその瞬間にちゃんと針がかりするかどうかっていう勝負にはなってくると思うんですけども、今回ねもう巻いてたらそのまんまパコーンってクランクベイトみたいに食っちゃったんであれなんですが、基本はね面白かったのはこうスーってね最近使っててね、で置いておくととりあえずもうねバスが一回はちょっかいを出しに来るっていうね、これはすげえなーと思って、このブーツテールの独特な揺らめきボリューム感なのかね、このサイズ感なのかねよくわからないんですが、とにかく魚が、よく見に来るね。でそうやっていざね口にしてくれた時に、このジュニアサイズとベビーサイズでねこのフックのサイズを変えてないね。ジュニアサイズってもう少し大きな、ギルロイドなので、それと全く同じフックがついているっていうことで、まあ、そうやってちょっとちょっかい出したバスはねこうパッて一瞬はね口に吸い込んでくれるんで、そんな時にこう張りがかりしやすいようにこのボディの大きさにしてはちょっと過剰じゃないかなっていう、そういった丈夫で大きめのフックがついているので、まあ、ここら辺もね本当実際に使ってみると、ほんとバスが口にする機会ってのがこれ多いルアーなので、バッチリなんだな。ね、で、リールに関してはいろいろな組み合わせができると思うんですけども、これはねゴライアスの 8.1 対1という、番手になりますが、ハイギアリールで合わせておくと、そうやった瞬間的な吸い込みに対してもパッパッってねこう合わせることができるんじゃないかななんていうことで、こんなね組み合わせねいいんじゃないかなということで、あとはまあ糸の太さとかによってもその沈下スピードとか使い心地とかいろいろ変わってくると思いますんでね、ここら辺はまた今後いろいろ試していこうなんていうふうに思いますけども、とりあえずね今回はねこんな感じの組み合わせね、これで巻いてるだけで食って、まあなんだろう、ちょっとやっぱり夏に比べて、一気にね台風も通り過ぎて涼しい日が多くなってきて、がぜん秋が近づいてきたななんていうのをね、少し感じさせてくれる魚でした。引き続きねまだまだね、ハイシーズン続きますので、まあ、こういったいろいろなルアーを使ってね、ブラックバス狙っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、今活のですねギルロイドベビーとですねジーニアスプロジェクトの、ゴライアス、この組み合わせでね、いいバスが反応してくれてって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。